皆さんこんにちは。今回はバルト三国の一つであるリトアニアに旅行した様子をお届けしようと思います。自分でアテレコしてて笑ってしまったんですが、今回いつもにも増して鼻声なのは動画の最後まで見ていただければと思います。ロンドンの空港からリトアニアのビリニュス空港まではだいたい2時間半強ぐらいかかります。バチェラーにはまりすぎて機内でも見ちゃいました。夜遅くなりましたが到着。空港から市内まではバスと鉄道の手段があるんですが、今回は夜遅いのでボルトを頼みました。宿にお水がなかったので、かろうじてギリギリ空いてたコンビニに滑り込んでお水を買いました。夜歩くのは人通りはある程度あるけど、街灯が少ないのでちょっと注意です。おはようございます。今日はビリニュスから鉄道に乗ってカウナスという町と、あとトラカイという町に行ってきます。夜明けの門近くから歩いて7分ぐらいでビリニュス駅に到着です。駅前は結構広くて路線バスとかもいっぱい通ってます。このぶら下がってるちっちゃい国旗、全部ウクライナの国旗です。今から事前にオンラインでチケットを買ったこの2階建ての電車に乗ります。駅にあったちっちゃい売店でパンと飲み物買いました。このソーセージパン、ソーセージムチムチですごい美味しい。このミートパイも中身ぎっしり。ビリニュス来るまでは天気予報が結構悪そうで雨降るかなと思ってたんですが、見事にいい天気になりそうです。道中ずっとこんなのどかな感じでした。1時間半ほどで到着。カウナスの目的は杉原千畝さんの博物館に行くことなんですが、ちょっと時間があるので街をブラブラしようと思います。リトアニアには地下鉄がないので、基本的に路面バスで移動することになります。バスで現金が微妙に足りなくて困ってたら、優しいお姉さんが足りない分を出してくださいました。感動。この教会は内装が綺麗らしいのですが、改装中で入れませんでした。でもこうやって外から眺めるだけでも綺麗です。カウナスは大学がいくつかあって学生の街としても知られているようです。全体的に道がちゃんと整備されているのですごく歩きやすいです。こちらは杉原千畝さんがリトアニアを出る直前に滞在されていたホテルメトロポリスです。文字盤には日本語での記載もあり、このように記念碑も建てられてました。杉原さんによって命を救われた人を表しているんでしょうか。この綺麗な並木道にはリトアニアの国旗とウクライナの国旗が交互に並んでます。こちらの像はリトアニアのヒーローの像みたいなのですが、ソ連の侵攻により一時期破壊されてしまったものの、また建て直されたようです。先生っていうお寿司屋さんを発見。寿司マスターって書いてる。海外のお寿司屋さんってネーミング面白いよね。リトアニアはウーバーやボルトがかなり安いので、今回もウーバーで杉原さんの博物館へ移動しようと思います。到着。かなり閑静な住宅街の中にあるようです。こちらが杉原さんが勤務されていた日本国大使館の跡です。現地では杉原ハウスと呼ばれてるみたい。裏には大きなリンゴの木が生えてて、リンゴが至る所に散らばってます。1940年前後、当時カウナスはリトアニアの首都だったこともあり、この辺には多くの大使館が集まっていたようです。その中でもオランダ領事館が発行したビザ、および杉原さんが発行した日本通貨ビザによって多くのユダヤ人の命が救われました。中に入って最初に20分ほどの映像を見た後、それぞれの展示を見ていきます。ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まると同時に、ポーランドにいるユダヤ人の方の多くは難民としてリトアニアに避難してきました。西ヨーロッパがすでにナチスによる支配を受けていたため、日本のトランジットビザは東に向かうしかない彼らにとって唯一の生きる術となりました。
当時日本はドイツと同盟を組んでいたため、杉原さんやご家族の命も危険にさらされたにもかかわらず、目の前のユダヤ人の方々を救うことを選択した杉原さんを心から誇りに思いました。とても勉強になり、本当に来れてよかったです。ヨーロッパに住んでるうちに、こういう歴史を学ぶ旅にもたくさん出たいです。電車の時間が迫っているので、歩いて駅まで向かいます。この先に見える十字架は、当時ロシアの支配を受けていた際に列車で強制送還される家族や友人を見送っていた場所だそうです。駅の近くでお昼ご飯を買える場所を探したかったけど、何もありませんでした。駅の中にあるちっちゃい売店でサンドイッチをゲットしました。今からビリニュス行きの電車に乗って、途中で乗り換えをしてトラカイという町に行きます。この列車は1階席と半2階席と2階席がありました。カウナスには他にもカウナス城とかもあるみたいなんですが、今回は時間がないのであっという間でしたが、カウナスを出ます。ここは乗り換えの駅です。何もない駅です。あ、ちなみに今回乗っている鉄道はオンラインで事前に予約ができたので、概要欄にリンク貼っときます。トラカイという町に到着しました。この町は Google マップでも見たらお分かりなんですが、ほとんどが湖です。すっごく平和で綺麗です。ただ路線バスとかが走ってないみたいなので、今から行くトラカイ城というところまで歩いて40分ぐらい行きたいと思います。この日は27度くらいあっても溶けそうだったので、スーパーに避難してきました。リトアニアのスーパーは今のところイギリスと置いてあるものはそこまで変わらなさそうです。でも値段に関してはやっぱりリトアニアの方がかなり安いですね。激安のナンバーワンアイスをゲット。バニラが濃厚で美味しい。行き帰ります。突如現るトラカイ。暑い。あとちょっとでしょうか。お、なんか着いたっぽいです。この辺からお土産屋さんとかが並び始めます。綺麗な湖。こういう中型のボートやちっちゃい小型のボートもたくさんありました。奥に見えているのが今から行くトラカイ城です。この辺飲食店も割とありそうだったので、ここでボートに乗って1日ゆったり過ごすのも良さそうです。こうやって見るとおもちゃみたいなお城。それにしても景色が素晴らしい。お城の中に入っていきます。この先からチケットが必要みたいです。中のカメラ撮影は追加料金が必要ということだったので、今回は外側だけ撮ります。お城の中は1時間ほどでサクッと回れました。中見学しただけでも暑さでやられちゃいました。ということで帰りはウーバーを呼んで帰ります。なんか本当に暑さに弱くなってます。あっという間に駅に帰ってきました。40分歩いたのにウーバーだと本当あっという間。あの後電車に乗ってビリニュスに帰ってきました。ホテルでちょっと休憩して、今から旧市街に晩ご飯食べに行きます。旧市街入り口の夜明けの門は中にも入れて、お祈りするスペースもありそうでした。どんどん歩いていきます。思っていたよりもカラフルな建物が結構多くて可愛らしい印象です。レストランのテラス席もにぎわってきてます。カトリックが8割のリトアニア、教会がたくさんあります。
ここが市庁舎前の広場みたいなところで、たくさんのレストランがテラス席を出していて、いい感じの雰囲気です。路地にも入っていきます。なんとこの辺りのエリアは昔ユダヤ人の方が居住されていたゲットーの区域だそうです。今ではこんな風に建物もカラフルに塗り替えられていて、おしゃれなレストランやカフェが立ち並んでいるエリアなので、ゲットーだとは想像もできませんでした。美味しそうなご飯屋さんたくさんあります。この辺になると当時の名残がちょっと垣間見えている感じがしますね。この道路の左側はビリニュス大学になってるみたいです。今日はここのリトアニア料理屋さんでご飯を食べようと思います。あ、結構並んでる。店内かなり広くて、1階はテラス席と屋内、また地下もあるみたいです。地下は洞窟みたいになっていて雰囲気あっていいですね。開店が結構早かったので30分待たないぐらいで座りました。その地域ごとのローカルなメニューだったり、写真付きのメニューも多くて分かりやすいです。まずはリトアニアのラガーで乾杯します。まずリトアニア名物のビーツの冷製スープを頼んでみました。色がすごい。中には刻まれたピクルスとゆで卵が入ってて酸味があって美味しいです。メインにはソーセージプレートとリトアニアの郷土料理ツェペリナイとビーフストロガノフをいただきます。ツェペリナイは食感もちもちですごいボリューミーで、このベーコン入ったサワークリームのソースとすごい合います。結構食べてワインも飲んだけど、やっぱ物価は安いです。ああ、お腹いっぱいです。今日はたくさん移動したので、明日はビリニュスの市内を1日観光したいと思います。おはようございます。バスに乗って今から朝ごはんを食べに行きます。川の向こうは新市街になっていて、そこのショッピングモールの中に入っているリトアニアの郷土料理のパイのお店に行きます。美味しそうなパン屋さんも誘惑してきます。こちらがリトアニアの名物パイ、ピビナイの専門店です。中の具材がたくさん種類があって迷います。左の定番のものとマトン入りのもの1個ずつ買うことにします。外でビーチバレーを見ながら食べます。おばちゃんが温めてくれたのでホクホクです。マトンは肉がゴロゴロ入ってて臭みもなくて美味しいです。こっちの定番のものは安定の美味しさです。歩いて次の目的地に向かいます。こうやって見ると新市街は本当に高層ビルが多くて近代的です。ビリニュスに来てから本当に至る所でウクライナへの愛を感じます。今からジェノサイド博物館というところに行きます。この博物館は実際にロシアの秘密警察 KBG が使用していたオフィスがそのまま使われてます。リトアニアは90年代にソ連およびナチスドイツに占領された過去を持ちます。特にソ連に占領されていた時期は合計47年ほどと非常に長く、リトアニアの方々は自由を奪われていたので、現在のウクライナ侵攻に対する危機感や思いはどこよりも強いように感じました。この博物館では展示だけではなく、実際に使われていた牢屋や拷問部屋なども見学することができます。これは見た瞬間言葉を失いました。ビリニュス市内のかつてゲットーだったところの写真もあります。昨日歩いていた路地やかかっている橋、建物の感じが一緒です。この先には大量虐殺された処刑所もありました。今からウジュピス共和国に向かいます。旧市街のすぐ横を流れるこの川の向こうには、97年に独立を宣言してから未だに承認されていない未承認国家があります。散策する前に一旦お昼ご飯をここで食べようと思います。川床みたいなテラス席になってて涼しくてすごく気持ちいいです。
まずはリトアニアのダークビールとエールを飲みます。ウジュピスという言葉にはリトアニア語で川の向こう側という意味があるらしいです。今日はお昼は控えめに、このチキンの中にハーブとチーズが入っててすごい美味しかったです。さっきまで浅かったのに一気に水が増えてブランコ使えなくなっちゃった。この独特な雰囲気の街を好むアーティストの方がたくさん住んでいるそうで、街中には至るところにアートがあります。97年に独立を宣言して以来、独自の憲法や大統領、また国旗や通貨もあるそうで、本当に変わってます。ここには世界の言語でウジュピスの憲法が書かれているらしいです。日本語もあります。直訳されているので若干不思議な文章もあるんですが、当たり前なことを当たり前と思わない感性を感じます。最後の3つが深いです。ウジュピス共和国のエリアはとても小さいので1時間もかからないぐらいでさっと回れます。この風穴の開いた手みたいなのが国のイメージなのかよく見かけます。アーティストの方のアトリエみたいなものもちらほら。きっとこういうのも誰かの作品だと思うので美術館に来てるような感覚です。このウジュピス唯一であろうお土産屋さんでポストカードをゲットしました。憲法を見ても自由や権利を大切にする国なんだと分かりました。共和国を出てビリニュスの市内を一望できる場所に行こうと思います。あのゲディミナス城のタワーに行きます。その前にアイス休憩。やっぱり暑い日はアイスですよね。タワーまでは徒歩かケーブルカーで行くことができるんですが、今日は暑いので私たちはケーブルカーで行こうと思います。列ができてましたが10分ちょっとぐらい並んで意外とすぐに入れました。奥に見えるのは朝行った新市街です。到着。タワーの前にもすごい列ができてます。これはタワーの下からの景色です。オレンジの屋根の旧市街がとっても綺麗です。タワーは結構並んでるのと暑くて登るのがしんどそうだったので諦めます。こっちは新市街の方面の景色です。タワーの下からでも十分綺麗に景色は見えるかなと思います。徒歩でタワーまで登る場合はこういう長い階段を登ってくる必要があるみたいです。降りたとこにあった博物館が日曜日は無料だったので入ってみます。考古学系で興味深かったです。もう体力が落ちてきてるのか暑さにやられてしまったので、またウーバーでホテルに帰りたいと思います。復活して夜ご飯食べに行きます。なんか無性にムール貝食べたいねってなったので今日はベルギー料理屋さんに来ました。旅行してると途中で無性にシーフード食べたくなるあるある。このエビはもちろん美味しいんだけれども、このチリソースをパンにつけて食べるのがすごい美味しかったです。私たちが求めていたムール貝です。白ワインのクリーム煮という感じで美味しいです。そして人生で初めてウサギの料理を頼んでみました。お肉がすごく柔らかくて鶏肉よりちょっと淡白な感じ。シチューのお出汁とも合っていてとっても美味しかったです。とってもお酒が進むご飯でした。今日はベルギー料理だったので現地の物価的にはちょっと割高な感じでした。まだちょっと早いので2軒目で飲み直そうと思います。昨日の夜行ったお店の系列店が夜明けの門の近くにあったので来てみました。リトアニアのローカルブランデーを注文して利き酒を楽しみました。スパイスも効いてるものもあって飲みやすかったです。おはようございます。悲しいことに喉が激痛です。辛かったので薬を飲んで午前中はずっと寝てました。回復したのでお昼食べます。夜明けの門の近くにある可愛らしいパンケーキ屋さんに来てます。
このお店はクレープやパンケーキのメニューが本当にたくさんあって、こうやってオープンキッチンで焼いてるところを見れるのもいいですね。私もビールを飲みたかったけれど、今日はレモネードで我慢します。このパンケーキがふわふわもちもちですっごく美味しかったです。中にひき肉が入ったクレープはマッシュルームソースとよく合います。ベーコンとバターとメープルシロップという無敵の組み合わせ。クレープも薄いのにもちもちですごい美味しかったです。ずっと気になってたリトアニア名物のポテトパンケーキも頼みました。サクサクカリカリでした。今日夕方の飛行機でロンドンに帰るので、最後にビリニュス市内の教会やお土産屋さんを巡っていこうと思います。このサーモンピンクの内装がすごく可愛らしいです。カトリック教会ということもあるのか、像がたくさんあってすごく豪華な感じがします。とても落ち着く空間でした。最後にキャンドルを灯して帰ります。お土産を見ます。リトアニアのバルト海沿岸では琥珀が取れることが有名で、バルティックアンバーと呼ばれているそうです。こういった琥珀で作られた船や木やサイコロなどたくさんお土産が置いてあって、私たちも一つ買って帰りました。リトアニアといえば琥珀だけではなくてリネンも有名だそうです。 100% リネンのお洋服やエプロン、またテーブルクロスなどいろんな種類が置いてあって、お土産にとても良さそうです。またここのお店には琥珀のジュエリーもたくさん置いてあったので、記念にネックレスやイヤリングなどを買って帰ってもいいかもしれません。この日は道路にお土産の屋台も出ていて、こういう屋台の方が物は安かったような印象です。時間になったので悲しいですが空港に来ました。ただ出発10分前にもかかわらず全く呼ばれる気配がなく、嫌な予感しかありません。私たちが乗る機体はあれっぽいんだけど、気づいたら画面が真っ暗に。案の定この後キャンセルになりました。なんとこの日イギリスのフライトをコントロールしているシステムがダウンしてしまったようで、イギリス発着のフライトが大量にキャンセルされることになり、私たちの便も巻き込まれてしまいました。サービスカウンターに並んだものの、代替便は1週間後と言われてしまったので、自分たちで別の航空会社の便を手配することにしました。2日後のフライトしか取れず、2泊延泊することになったので、慌ててホテルを取ったものの、意外といいホテルが見つかりました。あんまりそんな気分にはなれないけど、ベランダでチルできるスペースもありました。レストランを探す気力もなくて、もはや3回目のこのお店。あんまり食欲なかったけど、あったかいビーツのスープがすごく美味しかったです。完全に風邪をこじらしダウンしてしまいました。しんどくて風邪薬と喉飴とスポドリを飲んで過ごした一日。この日はもうベッドの上から動けずな状態だったので、旦那さんに薬や飲み物を外に買いに行ってもらったり、観光してきてもらいました。この日以降はもう動画を撮れなかったので、旦那さんが散策してきた映像をお届けします。旧市街の夜明けの門の近くにあるハレマーケットっていう大きな青空市場は、生鮮食品が多くて、あまり観光客がご飯を食べるような感じではなかったようです。多分地元の人が買い物をするような場所なんだと思います。私は多分昨日空港にいるくらいまではだいぶ回復していたんですが、その後フライトがキャンセルになって、メンタル的にもどっと疲れが来たのでこじらせてしまったんだと思います。次の日のフライトは無事に飛んでくれたので、なんとか帰ることができました。この時ほどイギリスに帰れた安心感を感じたことはなかったです。最後しんどかったけれど、ご飯も美味しいし、物価も安いし、歴史もたくさん学べて、リトアニアとっても良かったです。今回のキャンセルで航空会社には返金や保証を請求しているので、その辺もまた分かったら動画にしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。
次の動画もお楽しみに。